フランク・ハーバート、フランク・ハーバート、フランク・ヘルベルト、1 9二十年十月八日から九百八十六年二月十一日は、アメリカ合衆国の小説家、SF 作家。彼は、六作品から構成される、デューンシリーズで知られている。デューンシリーズでは、人類のサバイバルと進化、生態学、宗教と政治と権力の交差を描き、サイエンスフィクションとしてだけでなく、 文学としても古典的名作と言われている。フランク・ハーバートは1920年、ワシントン州タコマに生まれた。彼は子供の頃から作家を夢見ていて、1939年にグレンデールスターという新聞で仕事をするために年齢を偽った。第二次世界大戦中はアメリカ海軍で写真家として従軍したため、作家としてのキャリアに感激が生じた。 1941年、フローラパー・アーキンソンと結婚したが、娘を設けた後1945年に離婚した。戦争後彼はワシントン大学に入学し、1946年に創作クラスでビバリアン・スチュアートと出会う。そのクラスで自分の書いた文章を売ったことがあるのは彼ら二人だけだった。ハーバートは、 パルプ雑誌に二本の冒険物を売っていたし、スチュアートはモダンロマンセ氏に小説を売っていた。彼らは1946年6月20日、シアトルで結婚。1947年には長男のブライアン・ハーバートが生まれた。ブライアンによれば、フランク・ハーバートは大学を卒業しなかったという。フランク・ハーバートは自身の興味のある教会以外は学ぼうとせず、 タームイ不足で卒業できなかったのである。その後彼はジャーナリズムに戻りシアトルスタートオレゴンステーツマンで働いた。彼はまた約10年間サンフランシスコイグザミナー誌の雑誌カリフォルニアリビングの編集者兼ライターとしも働いた。ハーバートは40年代にサイエンスフィクションを読み始め、1950年代には自ら書き始め、 スタートリングストーリーズなどの雑誌に短編が掲載された。その後10年の間に20本の短編小説が雑誌などに掲載されている。彼の小説家としてのキャリアは1955年の21世紀潜水艦に始まる。放題の通り21世紀の潜水艦という状況の中で正気と狂気を探求した作品である。この作品では 石油の消費と生産における世界的な衝突を予測している。この作品は大成功とは言い難かったが、それなりに売れた。1959年、ハーバートはデューンの下調べを開始した。その頃妻が仕事に復帰してデパートの広告ライターとして働き始めたため、ハーバートは小説家としての経歴に自分の軸足を置くことが出るようになった。 ハーバートは後に、ウィリス・イー・マクニーリーとのインタビューで、この小説の元となったのは、オレゴン州フローレンスにある砂丘に関して、雑誌の記事を書こうとしたことだと実解した。しかし、彼は砂丘にのめり込みすぎて単なる記事には、十分すぎる材料を集めてしまった。その記事は書かれることはなく、デューンシリーズの元となったのである。 6年間の調査と執筆の末、デューンサの惑星は1965年に完成した。当時としては、長大な SF 小説であったため、1963年と1965年の2回に、分けてアナログ誌に連載された。そして、最終的に出版にこぎつけるまでに、約12の出版社に拒絶された。ある編集者は予言のように、 私は10年に一度の間違いを犯しているのかもしれないが、と拒絶の返事を書いている。しかし、フィラデルフィアの小さな出版社チルトン、デーモン・ナイトが、編集者だったワハーバーアートに7500ドルを前払い、し、すぐに、デューンは、評判となった。1965年のネビュラ賞、長編小説部門を受賞し、1966年には、9号賞も獲得した。 ユーンは生態学をテーマとした世界初の SF 小説であり、様々な相互に関連する大きなテーマを含み、複数の登場人物の視点で描かれているという点で、他のハーバートの作品と共通している。本はすぐにベストセラーとなったわけではない。ハーバートは1968年にはその小説で2万ドルを得ており、当時の SF 小説としては、 非常に売れた方ではあった。しかし、ハーバートが小説家としての執筆活動に専念するには十分ではなかった。それでもデューンの出版は彼に機会を与えてくれた。1969年から1972年まで彼はシアトルポストインテレジェンサー氏の教育関連の ライターを務め、ワシントン大学の学際的教科の講師を務めた1970年から1972年。彼は1972年にベトナムとパキスタンで、社会学と生態学のコンサルタントも行っている。1973年、テレビ番組ザ・ティラースのディレクター兼写真家、ディレクターフォトグラファーにもなっている。1972年にはハーバートは、 専業作家となった。そして1970年代から1980年代にかけて作家としての商業的成功を謳歌した。彼はハワイ州とワシントン州に家を持っていた。この当時、彼は多数の本を執筆して生態学や哲学的な考えを盛り込んだ。デューンシリーズも書き続けたが、他にもいくつもの作品を出版している。しかし、 運の良い時期は永遠には続かず、悲劇が彼を襲った。1974年、彼の妻ビバリーは、癌の手術を受け、その後0年に生きながらいたが、確実に、彼女の健康は蝕まれていった。彼女は1984年2月7日に亡くなった。ハーバートは、デューンサキュの大聖堂の後書きの中で妻への賛辞を書いた。1984年は、 ハーバートの人生において激動の年であった。彼の妻が死んだのと同じ年に、デビッド・リンチ監督の映画版、リューンが公開されたのである。全評判は高く、大きな予算をかけて制作され、有名な俳優が数多く出演したにもかかわらず、アメリカでの評判は悪かった。しかし、アメリカでの期待外れの結果にもかかわらず、この映画はヨーロッパと日本では、 それなりの成功を収めた。同年、ハーバートは、デューンシリーズの5作目、デューン砂漠の異端者を出版した。また、同じ年の終わり頃テレサ・シャックルフォードと再婚した。1986年、ハーバートは、デューン砂丘の大聖堂を出版した。これによって、デューンシリーズは完結した。これは、ハーバート個人の最後の作品となった。 彼は1986年2月11日、ワシントン州マディソンにおいて、水癌で亡くなった。65歳。近年、ブライアン・ハーバート、フランクの息子とケビン・ J ・アンダースンは、デューンの世界に則っ,った作品を出版している。デューンシリーズに描かれたイベントの背景となる世界について、フランク・ハーバートが書き残していたメモと彼が、 大聖堂の次に予定していた作品に関するメモに基づいたものである。彼らは大聖堂の続編を2作品、フランクの残した7作目に関するメモに従って執筆中だという。彼の信以来、ファンの主な議論は、ブライアン・ハーバートとケビン・アンダーソンの新しい理運が正当な続編と考えられるかどうかである。批評家は彼らの本がオリジナルのシリーズの品質に、 達しておらず、フランク・ハーバートの主題であった人類についての複雑な相互に関連したアイデアを書いていると考える。ブライアン・ハーバートは、父が彼にさらにデューンの続編、特にベトレディアン・ジハドの話を書くように頼んだと主張する。このことから、新しい小説がフランクの希望と意志に基づいていることを意すると解釈する者も,もいるが、そうではないと考える者も,もいる。 何人かのファンは、ブライアン・ハーバートとアンダーソンが、フランク・ハーバートによるメモと新作のアウトラインを発見したと主していることさえ疑っている。彼らは新作の計画が浮上した途端に、これらが発見されたという点に疑いを持っている。哲学、宗教、心理学、政治、生態学に関する複雑なアイデアを検討するために、フランク・ハーバートは、 彼の SF 小説を書いた。それが彼の読者の多くにこれらの分野に関心を持たせるきっかけもなった。フランク・ハーバートの執筆における潜在的な推進力は人類のサバイバルと進化の問題への彼の興味であった。フランク・ハーバートは狂信的なファンを引きつけた。そういった熱狂的ファンはフランク・ハーバートが書いたすべての小説もエッセイも読み、フランク・ハーバートを ある種の教祖と考えていた。実際、そのようなファンがいたために、フランク・ハーバートは、カルト教団を作ろうとしていると告発されたこともある。ハーバートの作品には、多くのキーとなるテーマがある。フランク・ハーバートは、自身が探求した疑問に関する、革新的回答を読者に直接明示することを避けた。デューンは、ベストセラーの SF 小説であり、 デューンシリーズもベストセラーの SF シリーズである。また、ヒューゴー賞とネビュラ賞のダブルクラウンでもある。同時大臣のロバート・エイ・ファインラインによれば、ハーバートの作品は、強力で、納得できて、最も巧妙である。デューンは、多くの理由で、画期的な小説と考えられる。ハーバートは、デューン以後に20本ほどの小説を書いたが、そのレベルは様々である。 いくつかの作品は、技術的アイデアが、SF の全てであった古い時代に戻ったかのような作品であった。そして、デューンシリーズのファンはそれらの作品には、批判的である。ハーバートは、デューンで得た喝采をその後再び味わうことはなかった。作品のほとんど全てが、ニューヨークタイムズのベストセラーリストに載ったが、9号賞やネビュラ賞を獲得することはなかった。 砂丘の子供たちは文学的すぎ、暗すぎると思われた。土デで実験性にはファンが期待する、女児史的な面が欠けていた。最後に SF 大百科事典のマルコム・ウェドワーズの表を以下に示す。他、未約作品多数。完全なリストについては、ウィキペディア英語版の記事を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。